さて今日は朝食からのスタートでございます。音がいいね。音がもうちょっとやったんだよね。まあ雨は降ってますけどなんとかいけるでしょう。これめちゃくちゃ急で、ほら最後謎すぎるね。どこで降りるとかよくわかんないしね。霧が、景色がすごいんだろうね。すごいはずだね。なんかあるね。開けてみて。隠しすぎた。来ました。霧がすごい。これ位置関係がね、全然わかんないんだよね。星野リゾートとかあるし、まあ、帰りもどう帰るかも未だまだ未定です。いろいろあるね。世界文化遺産。こっち。あ、ボーンって言った。海軍の鐘。水使ったよ。アップシャー。ちょっと待って。広いね。こっちか。あ、こっちだ。下に降ります。大改修。わ、2026年3月。フォト NG。もう中はダメだけど、改修の様子は撮れるみたい。逆にこの上に。から見られるって方が結構ね、逆にねこういう風に見れるのは貴重じゃ貴重だよね。もう一段上も上がれる。まあ、全部綺麗に外してあってやり直してんだね。あ、これは大きいわ。なかなか見られんね。2026年までかかる。あとだから何年？7年。上にね、上がるのにね、ほぼ90度近い階段登った。今こんな感じ。本来は琵琶湖が見えるわけか。我が道を行く、いいね。
晴れてたらね、景色はね、いいんでしょうね。マダムがまた逆らえないって言ってた。逆らえるかも、確かにね。ね、これが全部一周続いてるんだね。まあ、こういうところは来ないとわからない。ネットで見てもさ、さっきも言ってたけどさ、情報が多すぎてわからないもんね。本当実際来てないと本当にわからない。神秘的やね。来てよかった。比叡山延暦寺天台宗で真っ白霧だね。今比叡山の方に行ってきて、危ないよ、京都の方に抜ける山道を初めて初めて通ったね。初めて、すごい山道だね。まさか京都に抜けるとは。これ京都まで行くの？この道。多分。ナビがなんかようわからんかな。逆にナビがわからない。看板のみで行く。二条城越してないとかね。あ、本当。ということは、そしてどこに行くかというと。を目指しております。でこのナビはもうなんかチョコもうちょいちょい中に入れさせようとするから、まっすぐ行きます。まだいいの？まだいい。初めてよ。でも何がだから、ここが初めてだから。何が初めてなんです。何が？いやだから初めてなんです。これ分からんよ、多分普通の人。何の真似かって。気まぐれで来ちゃいました。気まぐれでね、どうせも今日中に帰れないから。もういいんだ。でも来るとは思わなかったから、なんかちょっとラッキーだね。世界遺産。うん。2月に京都来た時は来てない。うん。金閣六音寺、うん、すごい綺麗ね、やっぱりね、金ピカ。やっぱり迫力はあるね。金ピカ金閣寺、突然来てよかった。なんやかんやで突然急に決めて。
すごい立派だね。かっこいいね、なんか。よし、ということで急な金閣寺を見れてよかったと思います。お漬物ここで千枚漬けか。で、じゃあもうプラプラ、ほんといい加減に、いい加減にしてものんびり帰ろう。寄り道京都で、995キロって。丹波笹山普通だね。締めでございます。3泊4日の旅、1日目が神戸でしょ、で2日目が京都、奈良で、3日目が三重県で、滋賀にも行って、まあ、今帰ってる途中なんですけど、まあ帰りたくないよねっていうのが正直な感想かな。まあいろいろねビデオ残して、まだ全然編集とか終わってないけど、まあ編集するのもね、楽曲が蘇って楽しい。そんな感じで、帰るのもったいない中、本当じゃまた多分どっか行くと思いますという形で、最後ねちょっとラーメン食べて終わりにしたいと思います。締めのラーメンだね。旅の締めのラーメン。旅の締めのラーメン。うん、ではご視聴ありがとうございました。また見てください。では旅の締めでラーメン、めっちゃ美味しそう。尾道ラーメンね。はい。はい、無事到着いたしました。今回走行距離1570キロでございました。